間違いなくね、いきますよ。はい、はい、で、1000円は畳んで、はい、半野口さんにしていきます。はい、はい、入れました。はい、じゃあよし、今日は久しぶりにね、はい、無人販売所に行きたいと思います。はいはいはい、なるほど。そう、前にも冬ぐらいだったかな、弟と一緒にね行ったんだよ。はい、そしたら結構いろんなあのリンゴとか、うん、かぼちゃとかも確かその時買ったかな。うん、そう、あのめちゃめちゃ安く売ってたんだよ、冬野菜が。そう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 、だから今このね夏の今ちょっと久しぶりにどんなもんか行ってみようかなと思って、そんなわけで今ね向かってるわけです。はい、あるかな、まず。そうだね、ちょくちょく見かけるけどすぐなくなっちゃうもんね、ああいうの。なんだかんだやっぱ直売所って安いからね、まあ買えなかったら買えなかったでコンビニでファミチキ買って食べるだけの動画にします。直売所に着いたらまたお会いしましょう。はいはい、それでは行ってきます。ブーンブーン。はいはい、というわけで1個目の無人販売所に着きました。これ以前もね弟と一緒に来たことあるんですけど、今日もいっぱいいろいろ置かれてるよ。しかも見てこれ、何これ、メロンコロタン、しかも300円。でその隣にはほらスイカ、ピノガール、これ500円。はいはいはい、サイズに応じてねちょっと600円とかもあるけど、でじゃがいも、ナス、ポッコリ姫、これ前も確か買って食べた、かぼちゃ、うん、うん、で、ナス、ナス、2回目あれ、本当だ、キュウリ、はい、ピーマン、はい、甘党美人、はい、これ100円ってこと、これもこの量で野菜いろいろ、値段、値札のないもの100円って書いてあるよね。そうだね、じゃあ値札がないから、え、待って、こっちにもあるよ、なんかミニトマト、あ、これも100円だと、アロマ、野菜、あ、安いね、安い、うん、安いね。あ、とりあえず、え、でもこのさメロンとスイカ気になるよね。このメロンは特に気になるの、メロンコロタン、コロタンね、食べたことない。あとね、おばあちゃんがね直売所でキュウリを2袋もし売ってたら買ってほしいって言われたんだよ、うん、いいね、キュウリは買いです。で、キュウリを2袋、それとこれとか、どれがいい、選び方とかあんの、これでいいと思う、それ、うん、それじゃあ2つをまずね、はい、買います。はい、まあ、ちょっとお金はまとめて払うんで、とりあえず他に買うものは、ここでもキュウリめちゃくちゃあるけどね、だからめっちゃ収穫できたんだろうね。うちのキュウリはね、なんか黄色のどでかい謎のあれになっちゃった、アダルトキュウリになっちゃったからね。で、この2つと、ただこれも美味しいと思うね、焼いたら甘とびじん気になる、うん、で、この量入って100円でしょ、値札書いてないよね、裏のないね。あ、じゃあかき麺みたいな量あるけどね、え、これも買う、これも買いましょう。で、これ300円、トマトは、ミニトマト普通に買うとちょっと高いんだよ。あ、そうなの、これ100円だよ。そう、これ多分安いよ、この量入ってるけど100円は。じゃあこれいきます。これで400円。まあ、でもとりあえずは、とりあえずはいい、これでいい。これ、あ、でもメロンを買いたい、メロンは買いたい、うん、で、メロン、メロンをこれでいいですね。はい、これで1,2,3,4,5,6,7,700円。違うよ、で、3だら、うん、で、今ほらこっち4つあるから700円。そうだね、700円。スイカは種まで食えるって書いてある。いつも種まで食べてる。そういうこと？これでいいんじゃないかな。じゃあ、はい、じゃあ今回購入するものはね、はい、このコロタン、ピノガール、これで800円です。はい、ミニトマト、甘党美人、これ1000円。はい、で、キュウリ2つ、合計1200円ですね。じゃあ、お支払いしたいと思います。はい、ちょっと、このカゴにちょっと置かして。大丈夫だよね、5,6,7,8,9,10,11,12、うん、1200円だね、間違いなく。
はい、じゃあ1200円。はい、じゃあまずは200円入れます。はい、間違いなくね、いきますよ。はい、じゃん。で、1000円は畳んで、はい、半野口さんにしていきます。はい、はい、入れました。はい、じゃあまずコロタン、ピノガールで800円、900円、1000円、1100円、1200円。はい、じゃあこれでいただきたい、いただきマンモス。はい、じゃあ別のね、無人販売所もちょっともう一軒ぐらいちょっと行ってみますか。はい、はい、じゃあ行きましょう。よし、じゃあ次のね、直売所へ向かっていきますか。はい、そんなにせっかくなんで、このトマトもすぐ食えるじゃんね。うん、だから100円のそのトマトパークにちょっと食べてみてもらって、直売所の、わかりました、100円トマトは果たして美味しいのか、甘いのか、甘くないのか、忖度なしでいきますか。本当に割れてます、すでにね。なるほど、まあ、ここはまあ無人販売なんてこういう感じだから、ね、うん、結局。じゃあいきます、この黄色いやつ、いただきます。はい、なるほど、お、甘い、甘い、めちゃくちゃ甘いマジ当たりですね。じゃあ普通に買おうと思うとちょっと高いんだよな、ミニトマトとか、地味に地味に高いのよ。なるほど。はい、今ね、適当に無人販売所を求めて道をね、さまよっていたら、なんとナシかリンゴか分かんないけどの無人販売所を見つけました。ってわけでちょっと行ってみます。はい、急遽ね、今 U ターンしてるんですけど、何かな。もうナシ早いよね。でも、うん、まあリンゴはできてきてるから、うんうん、あれだけど、もうナシ。おいマジで、見て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 、ほら、結構100円だよね。そうだね、100円ってことだね。買いましょう。買います。4個、4個入りがあるよ。4個入り、あ、いいんじゃない、4個入り。じゃあ100円払って、100円でこれ購入します。はい、ね、はい、もうビビンっていった。で、これをいただきます。はい、え、待って、梨は嬉しくない。早く戻ろう、車がいっぱい来た。いいね、梨100円、4個で今年初の梨だね。うん、1玉25円よ。おいおい、冗談だろ。 うまい棒2本買うより安いんじゃない。あ、さすがにそんなことないか。今3本は2本とでも同等ぐらい。うん、マジで安いな。でも、まあ、あなたも買ってんじゃない。あ、じゃああれは郵便局のおじちゃん全然関係ないじゃん。はい、じゃあここに今ね、3つ目の無人販売所にやってきました。ここではどうもね、リンゴとブドウもあるよ。しかもどれでも1袋これも100円みたいです。じゃあちょっと、これはサービス品です、ご自由にお持ちください。だって、あ、リンゴだご自由にお持ちください。これはいただいちゃってもいいですか。ありがとうございます。今も食べたら、うん、これもえ、いいっすね、こんな立派なリンゴが。そうだよね、このリンゴと、あと、せっかくならね、こっちのあれも、こっちのリンゴも、そうだね、ちょっと一旦ここに置かせていただいて。え、でもブドウもあるよ、ほら、これも100円ですね、1袋。はい、あ、ありがとうございます。じゃあちょっとこのブドウとこのリンゴ1袋、はい、これですね、はい、これをじゃあ、2つ200円なので、はい、200円。はい、じゃあこれをね、ここか、この中に、はい、これですね。じゃあこれでこちら購入しました。いただきます。いただきます。ありがとうございます。すいません。いただきます。
やっぱ田舎の無人販売所すげえな。ちょっと最後にじゃあそこにあった、うん、リンゴの ね、ちょっとせっかくなら行ってみますか。最後ですね、ここが、はい、ここのサンツガルシナノドルチェミニトマト、ピーマン、ジャガイモ、おまけコーナーあります。ここあれちょっと待って、赤ピーマン、どうだ、はい、じゃあ4つ目ですね。これはまたさっきのほらサンツガル、はい、で隣シナノドルチェ、はい、じゃあこの別の種類だ、しかもこの量で100円よ、多すぎる、やばくない。じゃあちょっとこれいただきますね。しかもこれもおまけ、これご自由にどうぞね。青リンゴかな。え、めっちゃ綺麗だけどな。ねえ、でこれちょっとこれいただきます。そうだね、青リンゴ1個と。じゃあちょっとここね、車あれなんでちょっと早めに、はい、ここはこれ100円、はい、これはね、あ、こんな子か、はい、なんかそれぞれ味があっていいね、どれもこう入れる、うん、あれが、はい、はい、入れました、はい、これでこちらとね、こちらを購入しました。はい、じゃあ、あとこれで帰ります。はい、はい、はい、じゃあ家に帰ってきました。どう、これだけ今回買ってきた成果はこれですね。合計でいくらだ、ここで800円でしょ、うん、あとはもう全部これは無料で他全部100円だから 1,2,3,4,5,6,7,8,800円ってことは1600円ですね。はい、1600円でこれだけ買えたと。でもこれは安い、でも安いじゃないかな、このスイカとかがただ、まあ、ここはね、そうね、ちょっとまあ気になって買ったからあれだけど、これなかったらこれで800円だから、うん、そう考えるとめちゃめちゃ安いよね。じゃあそんな感じですね。じゃあこれはね、また、まあ、これはおばあちゃんからお使い頼まれて買ったきゅうりなんでね、まあ、残りのものも、まあ、みんなで分けて食べたいと思います。はい、今回はこんな感じで、はい、終わりたいと思います。はい、いっぱい買えてよかったね。最初買えるかどうか分かんなかったけど、うん、意外といっぱい買って、また次は秋とかにね行きたいね。栗とかがあるかしらし、いいかな、はい、はい、じゃあ終わりです。